福岡ソフトバンクホークス対広島東洋カープのゲームを、ここで打席には松田が入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。点は取れるときにどんどん取るべきですから。打ちました。セカンドうまくさばいてツーアウトになりました。これは進塁打になりました。ツーアウトランナー3番。バッターボックスには3番鳥谷。まあこの点差ですから三塁ランナーは気にせずゲッツー狙いでいいと思いますね。なるほど、そうですね。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。ワンアウトです。5番バッター小久保、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。ファウルになります。変化球空振り、試合終了。試合を制したのはソフトバンクホークスです。石さん。